こんにちは、堀口教授です。今回は、海外と日本のトレーニングの違いを話していきます。お願いします。まあ、海外アメリカと日本の違いは、日本はやっぱどうしても精神論、まあ、耐えてればきつい練習してれば強くなる、それはまあ精神力的には気持ちは大事ですけど、それだけじゃないんですよね。例えば格闘技とかスポーツってやっぱ必要なのは技術とかも必要だし、で自分は結構精神的には強いっていうか、周りのことを気にしなかったりとか、そんなに精神的にはきつい練習とかも結構耐えられるんで、まあ日本のいいとこですけど、その精神のすごいいいとこです。で海外は海外でもうすごいテクニック、コーチ一人一人がもう毎回試合見て、あこれ見たことない技だ、これいい技だって思った技をすぐこう、なんだろう、次の日の練習とかに、昨日この選手とこの選手をやってこういう技を使ってたんだけど、ちょっと練習してみようとか、そういう、なんだろう、すごい研究熱心コーチが。日本にいた時はそこまで他の人の試合を見て研究して新しい技をどんどん取り入れていくってことははっきり言ってしてなかったです。でも海外ってもうそういうのばっかり、テクニック練習がすごい多いんですよ。まあ、試合前になればアメリカもやっぱりその追い込みとか結構きつい部分もあるんですけど、まあ、基本の練習がもう常に、なんかアメリカの場合はこの技術っていう感じですね。日本は精神と、アメリカは技術。もう終わっちゃいましたけどなんだ、アメリカのトップチームが特例なのかもしれないですけど、やっぱりアメリカでもすごい、でかい方のジムなんで、日本にいた時は正直言ってそんなに寝技の方は全然できなくて、でもまあ寝技との練習もしたんですけど、やっぱりその、なんだろう、不安要素がすごいあって、こういう時こうしたらいい、こう不利なポジションになった時にあんまりその聞いても、例えば日本の先生に聞いても自分に答えが、そのしっくりくる答えが返ってこなかったんですよ。でもアメリカにこう移ってきて、コーチにこれどうすればいいんですかって聞いた時に、あこれこうだよってもうパッと返ってくるんで、それで自分の中でその動か、本当に実践にやった時にもすごいしっくりくる。やっぱりなんだろうな、こっちはもうアメリカはもうしっかりとした技術、こうやれば対処できるよっていうのがあって、日本はまああやふやな部分が多いなと思って、だから自分はそのアメリカに移ったっていうのが大きいですね。まあ自分はやっぱり結構鈍感なので、アメリカに来て、まあ、最初はきつかったですけど、もう全然きつくなく普通にやってて、やっぱ日本で練習してたんで精神的にはまあもともと多分強いし、アメリカに来てちょっとだけ強くなったかなと、まあ、思ってます。例えば総合ってやることが多いんで、総合格闘技ってレスリング、柔術、まあ、自分だったら空手で、ボクシング、キックボクシングとか、まあ簡単に今言ってここぐらいあるんですよ。でこれが日本だとレスリングやりたいならまあ大学行ってとか、ボクシングとかジムでできて、柔術はまた違うとこ行って、もう移動だけですごい時間がかかっちゃって、練習にも集中できないんですよ。まあ、日本を批判してるわけではなくて、体験してきたことを言ってるだけであってそれがアメリカだとやっぱりジムもでかいし、もう1個のジムで全部柔術、キックボクシング、ボクシング、レスリング、空手はさすがにこっちでできないですけど、まあこの4つが全部できるので、まあ、移動時間が少ないし、やっぱこういう職業をしてるとやっぱ近道が一番トップに立つ最大の、なんだろうな、重要なことだと思ってるんで自分は。だからこう時間をあまり取られないで強くなれる、だからまあこのアメリカに移るっていうのを決心しました。他の動画に自分の練習日の1日とか ATT のジムが映ってるので、そちらをちょっと参考にちょっと見てみてください。見てくれて今日もありがとうございました。よかったらグッドボタン、悪かったら低評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。